すべて投資を受けたお金だけで事業を立ち上げようとしているのはなぜですか？自己資金ゼロという理由に関しましては、はい、今の生活が本当にその日暮らしで、今日今お金を500円ぐらいしか持っていない状況で、今から仕事を見つけなきゃいけなくて今日も、うん、っていうような状況で、それを SNS で誰か何かくださいみたいな感じでやってるんですね。なのでちょっと貯金っていう考え方が今はなかったので、今まではなので、ちょっとその自己資金ゼロっていうところは申し訳ないんですが、なるほど。これからどんな仕事探すの？今日の夜の仕事。基本的に何人かその定期的に仕事をいただいている人はいるので、その人たちに依頼するんですが、最初の頃はこのいわゆる何でも屋っぽいその肉体労働系が多かったんですけど、最近はそのウェブ時代の経験を生かしてライターとかライティングとかウェブ関係の仕事がほとんどです。いいね。パソコン抱えた小綺麗なホームレス。いくらぐらい取ってんの今？その今本当お金っていうよりはご飯をくださいとかその日生きれればいいと思っているので、なんかもうちょっと高く売った方がいいかもね、自分は最初。とりあえずさ、今夜の仕事、はい、俺 YouTube 始めたから俺の YouTube 宣伝してよ。あ、はい、ぜひ。だ今夜食えるぜ。ありがとうございます。いいね。安心しました。